今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は本因坊戦の第2局、1日目をやりたいと思います。じゃあそれでは見ていきたいと思います。井山さんが1勝で迎えました第2局ですね。最近はネットでもね、井山さんよく三々打たれてて、三々と二桂の組み合わせは打たれてていましたね。大ゲイマに打ってね、ちょっと工夫しましたね。まあ、二間に開いていればごく普通だと思うんですけど、これはここ詰めがね、打ちたくなりますけど、ああ打ちませんでしたね。ここ打ったらどう打ったかね、ちょっと興味深かったところですけど、どういう構想だったんでしょうかね、ここ打たれたら。肩から消して、このね、肩がね、利かしになるか悪手になるかっていうのもね、この後の打ち方ですね。肩を決めないで、こういうとこ打ち込む手はね、残ってたとこなので、こういう手をなくしてましたんでね、これもいいかどうか、むしろ打たない人の方が普通、多いでしょうね。これと変わって、飛んでね、ツケを見ようとしてます。これ受けると、受けるとどういう、まあこれだけでね、打って、他打つかもしれませんね。気合で、曲げて、まあ白もここ打つでしょうね、飛んだですからね。で詰めて、これはまあ一手かけなくてもすぐにどうっていうことはないんですけど、まあこういう、まあ曲げといてもね、そんなにどうってことはないので打たなくてもいいんですけど、まあ手厚い一手ですね。堂々としてますけど、まあでも黒も詰めが先手で打てたっていうことで満足できますね。ここは抑え込んでて、ちょっと黒が気持ちいいところですね。感じは黒は不満なさそうですね。なんかここも辛いですし、渡ったのも辛いですし、調子でね、こう桂馬を打てて、白はこれまだね、収まってないですね。まあ黒も収まってないんですけど、でも黒の方は強い感じなんですね。ですから、こういうとこね、一手入れなきゃいけないっていうのは辛いですよね。ここも出がね、出とかツケが効いてるんで、そんなに弱くないと。ここで切りがきついですか。まあこの形はね、まあ押さえたらこうやってね、まあこういうのが注文なんですね、一応黒は。まあそれを拒否したんですね、白は。ここで切りがきつかったですね。こう取るのもあるんですけど、それだとこっちに守られてしまいますから、こうなってみると面白くないんですけど、切ってこの形の方が確かに厳しそうです。爪に回って、ここは封じ手ですね。
まあ、流れから言うとね、まあ、こっちらへん打つのが普通なんでしょうかけどね、こういう手とか、まあ、押しとか、例えばこういう進行になれば普通な気がしますけど、まあ、あとね、気になるところがここの伸びですね。これになかなか白は手を抜きにくいんじゃないかなっていう、まあ、こちらもすごいところなんですけど、なんか押されても、こう跳ねる格好ですけどね、ちょっと気が入ったりして、まあ、つなぐか分かりませんけどね、相当なんか嫌な感じはするので、まあね、ちょっと伸びもね、打ってみたいところですね。でも、まあこちらに打つのが一応自然でしょうか。例えば押すと跳ねるとキリが打てますかね。これに対してはこうなってこうでしょうか。これまだ死にが残ってますね。ですからちょっと白打ちにくいと思うんで、これは切られちゃってね、あんまり良くないと思うんで、引きですね。で、桂馬に打って、この進行でも黒は、不満ないかなと思います。この白も収まってないので、まあ、伸びと変わってこういうとこ、こうやって攻めて、こちらの黒を盛り上げながらこの石をね、攻めるっていうこともできますね。この辺りも、まあ、ここ7まで打つとね、打ちすぎになるかもしれないので、ここでもね、こう桂馬とかされる方が心配ですかね、打ってると。ですから、まあこうやって3ぐらいに構えておけば普通ですかね。普通に見えますけど、どうでしょうか。で、あと桂馬、掛けっていうかね、こういう図になるか。そうですね、ここも打ってみたいところですけど、ちょっと手を抜かれるのが心配ですね。まあどうなるか。まあそうですね、ですから候補としてはどうしようかな。まあこうやってこういう進行が普通かな。こうやったら無難に見えますね。他の手としたら、まあ目が行くとこはここですね。こういうとこが目についたり、まあ掛けで打つかね。部分的にはこう掛けで打つか、どっちでしょうかねっていうとこですか。これ出切りが出切られたりするのがちょっと心配でもありますかね。この図の先の見通しがね、どうなるか。これはね、切られちゃって、ちょっとここがね、目が取りにくい格好になってしまってますよね。切られるとちょっと打つ打ち方が難しいなと思うんで、やっぱり押しかな。押しを打ってから桂馬。まあ、桂馬はね、白にはもう効いてないんですけど、手厚いところかなと思いますね。ここで打ってこういう手も考えられるんですけど、こちらに打たれるのが、ちょっと形勢がいいと思ってる黒からすると心配なところですね。なので僕はこの辺りを一応、まあ、少しね、僕が黒持ってたらちょっと形勢はいいと思うので、この辺りに、収めておきたいかなと思います。じゃあね、明日もね、どうなるか、楽しみにしていきたいと思います。そうですね。じゃあぜひ、この、動画が良かったら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。